はい、UJ でございます。ウルトラノバノベーションのね、新しいシンセサイザーでございますね。これね、今私がこう弾いて分かった通りで、非常に先進的な機能がね、いっぱい詰まってます。特にすごいのがね、このね、8つのねノブなのよ。これね、素晴らしいです。とてもこれ普通のねノブじゃないのよ。これどうなってるかというとね、例えば触るだけで、触るだけでね、いろいろ音が変わっていくというね、タッチセンシティブでこうね、いろんな音色変化を起こすことができる、この8つのノブがね、非常に先進的な機能を持ってますね。それではね、いろんな音色を見てみこうと思うんだけど、このねシンセのボタンを押してやって、もちろんこのサウンドをここで選ぶこともできるんですね。もう300音色ほどの音色が入ってますから、莫大な音色が入ってますね。もういろいろあります。例えばね、いい音やね。でしょ。でね、そんだけ音色があるとね、いろいろ選ぶの大変だと思うんだけど、このパッチブラウズ、この機能を使うとね、バリバリです。例えばね、このボタンを押す、そうするとね、ディスプレイがこう変わります。で、ここにサーチフォーカテゴリーっていうのがあるんだよね。ここでカテゴリーで、当然これ、このノブがまたこのね、いろいろエディットするのにまた活用できますから、例えばベースを選ぶとする。そうすると、この状態で選ばれるものは全てベースになります。いろんなベースいってみて。バリバリやね。いろいろ見ておこうか。これベースだったでしょ。じゃあ今度はね、ドラム行ってみようか。ドラムというと当然ドラムですね、パーカッションドラム系。これアマゾンネイティブっていう。こういったパーカッション系もありの。なんかラップで使えそうなね、スネアですね。ね、アナログで作るもう典型的なね、ドラムサウンドですけど、じゃあね、パッドいってみましょうか。パッドがまたね、極上パッドがいっぱいあるんだよ。ね、割と新しめの音色が多いですね。音色のエディットも見てみましょうか。ここの部分見て、シンセエディットってありますね。シンセエディット、これね、おなじみアナログシンセを知ってる人だったら分かるような、オシレーターとかミキサーとかフィルターとかボイスエンベロープ LFO とかね、モジュレーションとかいっぱいありますね。例えばフィルターをポンとしてやると画面がこう変わりますね。分かりますね。当然これに対応しているのがそれぞれのノブなわけでね。これね、フィルターを上げます。レゾナンス上げます。非常に分かりやすいね。エンベロープ、今アタックタイムをね買いました。立ち上がりが早くなりますね。もうめちゃくちゃ分かりやすいですね。
ストリングス行ってみましょうか。ストリングスもね、こうね、いろんな音色が入ってるんだよ。特にね、私の気に入ってるストリングスがね、このストリンギーマシーンっていうね、こう昔のストリングスマシーンみたいな音をしてますね。これでタッチセンシティブでこうね、モジュレーションがかかったり、オクターブになったりとかね、めちゃくちゃいいですね。じゃあね、今度ね、ボコーダー、このマイクがあるからには当然ボコーダーはね、行くわな。ちょっと行ってみましょうか。ボコーダー、トレーション、ブルブラとかどうですか。トレーション、嬉しいです、どうもありがとう、はっはっは。リード系の音色、リード系、やっぱりね、アナログ、バーチャルアナログですから、基本的にここにはフィルターが採用されてますね。こうシンクの感じがいいよね、これね。ミニソとるわ。じゃあキーボードグループ、キーボードグループっていうぐらいだからね、例えばこういったね、こうローズみたいなね、なかなかいい音してるね。みたいなね、というようにね、いろんな音色が入ってるの分かりますね。この先進的な機能、非常に分かりやすくね、こういったエディットもできるし、やっぱこのタッチで、コントロールできるこの8つのノブといいね、まあボコーダーも含めてよ。もちろんこのパネル上でもエディットできるし、見てみましょう、このパソコン上でもね、いろいろできるわけだ。これ今出てるのが、ウルトラノバ、今出てるのがウルトラノバエディターってやつなんだけど、まあキューベース上で今動いてますけど、これもちろん完璧に、この本体とバッチリリンクします。今本体のパッチをこう動かしてますけど、私ね、それと同様に全くこう動いてるのが分かりますよね、バッチリね。で、この3つのオシレーターで構成されてるってのがありますね。だからまあ非常にぶっ飛ぶとか出るわけですけど、フィルターを押すとこうフィルターがきますね。例えばここで動かしてみるね、うん、来るね、バッチリですね。フィルターエンベロープをちょっとこう遅くしてみようかね、これグラフィカルにね。このエディターを使えば、あたかも VST インストゥルメントを使ってるかごとくね、ウルトラノバをこう操ることができると。もちろん、ウルトラノバをね、こう USB 接続今してますけど、この状態で当然 MIDI オーディオインターフェースになります。オーディオに関しては、2 in 4 out、 これまたねよくできてますね、完璧なインテグレーションがこれで、構築されるということでございますね。さらにすごいのがね、
このねオートマップを使うと、パソコン上に、立ち上がってるソフト申請だとかねエディターとかそういったものをですね完全に制御することができます。このノブで、ノブと画面がねできるんですけど、今、ここにあるミニモーグ V、アートリアでミニモーグ V が V2 ですね、これね立ち上がってます。このオートマップのね画面が、立ち上がってますけど、これにより完全にここのつまみで制御ができるわけ。例えば今出てるのがミニモーグ V の音、で画面見てねオートマップでここにパラメータが立ち上がってますね。これねなんとこのミニモーグ V のパラメータそのままです。例えばカットオフ、ね、でページを切り替えることで、例えばこの VCF のアタックだとかサスティンでディケイを変え、ディケイ変えたりね、といった具合に完全にこの8つのノブで、ね、立ち上がっているソフト申請を完全制御ができる。しかもこのオートマップっていうのは、ね、テンプレートとして、まあ、現存しているソフト申請もほとんど網羅してるんで、そこにチェックマークを入れるだけでね完全に制御ができます。立ち上がればこれが立ち上がるというね、自動的にマッピングします。これはすごい本当にすごい。このシンセサイザーとしての完成度もすごく、バッチリですけど、オートマップによって完全にパソコン上のものともリンクできる。しかも USB 接続することによってオーディオミディインターフェースとしても機能するというね、まあすごいわね。しかもリーズナブルだというね、ここがすごいところですね。ノベーションウルトラノバでした。